はいどうもカッパ委員長です。じゃあこの動画ではこのガーシー議員の話ですかね。ガーシー議員がなんかね、この強制捜査ですか、うん、あの関連施設なんか家宅捜索みたいなそういうのあったじゃないですか。あれがね結構なんか大事になるっていうそういう話ですかね、うん、でもなんかガーシーさんはいや日本帰ったらオフ会やるぜみたいななんかそういう感じらしいんで大丈夫かなっていうそういう話ですかねまあなんかガーシー議員に対するこの警察のこの強制捜査ですかね、これがまあなんか界隈、周りの関係者の人たちの予想ではいやいやどうせせいぜい書類送検ぐらいだろうみたいななんか高く振ってたらしいんですけどもそんな甘くはなかったっていうそういうことらしいんですよね、うん、でどうやら扱いとしてはもうなんか結構凶悪犯罪、うん、てかまあ暴力団か暴力団と同じような扱いでガシガシ来られてるっていう、そういう、それで泡食ってるらしいんですね、どうやらね。うん。ちょっと見ていきましょうかね。こんな急に強制捜査が始まるとは全く想定してなかったんだって。で、まあ、某社の警視庁担当記者、がそんな風に言ってると。関係先への一斉捜索で、急展開を迎えてるらしいんですけど、このガーシーサイドはね。で、果たして現役国会議員の逮捕はあるのか、まあ、今までもちょいちょいありませんでしたっけ、ね、あの夫婦でパクられた人とかさで、まあ、任意捜査から急展開ということで身柄までは取らないだろうってせいぜい書類送検が関の山じゃねって高く振ってたんだってみんなで、まあなんかこのガーシーさんのねこのだってまあ一応現職国会議員じゃないですか参議院議員でしょ、うんまあそういう見立てだったらしいんですがこの UAE のこのドバイにね滞在して、昨年7月当選後、まあ、国会に一度も登院せずにネット上でまあ一般人著名人のなんか暴露活動を続けてきたわけじゃないですか。で昨年12月24日に警視庁が、まあ、ガーシーさんに任意の事情聴取を要請したことで、まあ、捜査が始まったことは知られていたんですけどもで担当が捜査2課かなり前からこのガーシーさんのターゲットになった複数の芸能関係者が渋谷署になんか被害 の, この相談に訪れてるそんな話はね、まあ、なんか出回ってたらしいんですけど、まあ、事情聴取の要請でいよいよ事件になると、まあ各社が準備を進めていたところでだから任意捜査という段階だったんでそこまでのなんか緊迫感っていうかなんかそのやべやべやべみたいなそういう感じじゃなかったから舐めてたんじゃないですかね。でそもそも相手は現職の国会議員で名誉毀損はこのなんか脅迫の罪で、そこまで逮捕とかまではいかないだろうそういうふうに見てる人が多かったんだって。だからまあ事件を処理するためとりあえず任意でぐらいの、動きに見るそういうつもりだったらしいんですが実際にはこの暴力団なんかが適用される、ルールで、動いてると。だまあそんな気配を察したのか、ガーシーさんはこの23日召集される通常国会の開会に合わせて帰国するって明かしてましたよね。ねオフ会やるぜみたいな。でこの会期中は不逮捕特権があるんで逮捕されるリスクはまあ低いと。で任意の事情聴取をさっさと済ませて、書類送検っていう軽い、まあ、おとがめっていうのかな、それでおしまいにしてしまえば晴れて自由の身だと。でそんなガーシーさんの何だろう魂胆が透けて見えてたっていうのかな、これで被害者は事実上の泣き寝入りじゃないか、そういうこの声も、まあ、飛び交ってたらしいんですが、まあ、そんな懸念を、ね、この突如行われた強制捜査が吹き飛ばしたと。で11日警視庁は東京杉並のマンションなど、まあ、ガーシーさんの動画から入る広告収入を管理していた合同会社の、まあ、複数のこの関係者関係先へ、まあ、捜索に入ったと。で、まあ、読売だったかな、読売がなんかこの記事すっぱ抜いたんでしたっけ、処方っていうのかな、暴力行為等処罰法違反、常習的脅迫っていうんでしたっけっていう新たな容疑も加わっていたと。通常これは暴力団に対して使われる法律らしくて、一連の動きを見て各社警視庁が本腰を入れてると、見方をもうガラッと一気に変えたっていうんですよね。だからまあ逮捕が妥当っていうそういうことなんですかね。うん、
まあ、逮捕が妥当なのかどうかはちょっとね、もうちょっと見ないとわかんないですけど、でもとりあえずさ、正当な理由なく国会を休み続けたら、やっぱり何かしらペナルティーはあるべきですよね。ね、例えばなんかこの報酬を止めるとかさ、なんか法律変えてほしいとは思いますけどもね。うん。これ例えばまあ支持してる人もいらっしゃるじゃないですか。ね、ガーシーさんをよしと、NHK 党、ね、ガーシーさんをよしとしてる人たち、ね、当然投票した人がいるからさ、ね、いると思うんですけど、ガーシーさんに何をしてほしくて、何を期待してこの一票投じたのかなって。僕はまあ、一票投じてないですけど、ね、もしなんかね、この当選して議員をやるんだったら、まあ毎回言ってますけどね、この政界とか財界とかの、ね、一芸能人とかさ、そのアイドルとかなんか、そんなはっきり言ってどうでもいいんで、ね、っていうのをこのかっぱいていく、ね、暴露していくっていうの、そういうなんかね、うん、なんかもう、およそ我々一般人からは、ね、噂でも聞かねえようなさ、そういうなんかこの深い、ね、深いより黒い闇をっていう、そういうのをやってくれればよかったのにな。でもそれはね、このガーシーさんでもできなかったわけですよね。何でしたっけ、あの楽天にこのかちょっと噛みついただけでもう握りつぶされたじゃないですか。うん。まあだからやっぱりこのもう帰ってこれなくなったっていう、そういう話らしいんですけど、なんだろうね、うん、結局のこの、なんか今のままだとね、ちょっとなんかみっともしょっぱくせえやつに数えられちゃいますよね。だって変な話、まあ実際にこの暴露されてるこの芸能人とかこの俳優さんとか有名人もね、まあこの人の世話になってたっていう人もどうやらいるらしいからね、だからまあ自業自得っていうのかな、この暴露された、晒されてた人もね、そういう人たちはそういう人たちで、なんていうのかな、まあ落ち度じゃないけどね、隙があったというかね、うん、っていうのはあるとは思いますけどもね、だからその暴露されても仕方がないようなことをやらかしていたのは事実として自業自得っていう意味ですよ、ね、だからそういう人たちも擁護する気には全然ならないんですけども、だからといってこのガーシーさんがじゃあね、全くのノーペナルティーね、まるっと許されるか、それはまた別な話だと思うんですよね。うん、まあなんかドバイにね、うん、まあ避難して、そこでまあなんかそこまでなんだろう、このガツガツ、うん、行かずにおとなしくしていたら、あるいはまあスルーされていたかもしれないですけども、まあネットでね、最初この有名になって議員になって、まあ国家権力をこのなんていうのかな、まあ長老っていうかさ、嘲笑ってる、そんなスタンスだったわけじゃないですか。まあそれはやっぱり警察は警察でね、本気出してくるのもしょうがないんじゃないですかね。でもね、どうせ暴露するんならやっぱりね、もう一段二段ハードルを上げてさそういうコネクションはなかったのかな、てかそういうのを作るために逆に、ね、国会議員に、なったというか、なれたというか、そういうわけではなかったのかな。だって今のところ、ね、僕もだって全員把握してるわけじゃないですけども、このガーシーさんが暴露した、ね、あるいはこれからなんか予告みたいなの立ててましたっけ、ね、今度この人やりますみたいな、正直困る人、暴露され、要はターゲットにされた人、される人、うん、今後も含めて、なんていうの、この港区界隈とかさ、ね、この西麻布界隈とか、あの辺でなんかこう、ギャー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 、ブイブイ言わしてるようなやつらばっかりでしょ、だって結局。ね、もっとなんかほら、赤坂方面とか、あっちの方に行ってほしかったですよね。まあどうなのか分かんないですけど、まあ続報があったらね、またお届けしたいですけどね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。